こんにちは、ようくん町ブラチャンネルです。静岡県静岡市清水駅周辺が味わい深い町かつ美しすぎる港町で感動しました。動画の流れは以下の通りでやってきます。概要欄に目次貼っておきます。それでは行きましょう。清水駅の乗り入れ路線はこちら、東海道本線。東方面は熱海行き、西方面は静岡浜松行きと静岡県内で完結する車両が多いです。しかし一部豊橋行きの普通電車があり、そちらは愛知県まで乗り換えなしで行けるということになります。また静岡発のホームライナー特急沼津行き、反対はホームライナー浜松行きが停車します。他には身延線経由で甲府駅方面に向かう特急ワイロビュー藤川が停車します。反対方面は静岡駅までの運行です。清水は旧清水市ですが、現在は合併して静岡県静岡市清水区となってます。いわば静岡市の副都心的な町です。ちなみに静岡市は人口約69万人の政令指定都市です。そして東海道本線は大都市から中規模の都市の割合が非常に多く存在しています。そのためかこのように時刻表を見ても比較的本数が充実していることがわかるかと思います。それではエスカレーターを上り清水駅改札口まで向かいます。この時間帯は昼間だったので人は少なかったです。朝や夜はね、電車の本数からもきっと人の往来が多いことかと思います。で、清水駅の印象ですが、清潔感がありとても広々としてます。駅のコンコースもこのような雰囲気で、ガラス張りで静岡の美しい景色も、見渡すことができます。それでは西口、別名江尻口と呼びますが、こちらが清水の市街地方向となります。どのような街か見ていこうと思います。その散策が終わった後は反対側の東口、別名港口を見ていきます。そこがまた素晴らしかったので、ぜひぜひ最後まで動画を見てください。ということでこちら西口に着きました。来たところを振り返っても清水駅が、とても広々とした駅舎であるということが伝わったかと思います。駅舎にはココイチ、吉牛、他には薬局などのテナントが入ってました。こちらロータリーの様子で、タクシープール、奥にはバスターミナルがあります。奥にはマンションがあり、下にいくつかテナントが入っている様子が伺えます。で、カメラを左に回すとこちら高い高層マンションがあります。マークス・ザ・タワー清水と呼ぶみたいです。それにしても高いマンションですよね。近くまで行ってみました。マンションの下には学習塾のほかいくつかテナントが入ってて、こちらお隣にはカラオケ店、サイゼリア、居酒屋さんが入っている建物がありました。こちらの建物もマンションとくっついてるのかな、ちょっと定かではありませんが、マンションから右側にカメラを向けると、このように少し落ち着いた街になってます。駅前のバスターミナル前にあるマンションの下のフロアも、このような感じでいくつかテナントが入ってました。こちらは駅から出て左側ですが、このようにローソンからマック、台湾のタピオカグルメのお店、あとは味のあるお土産屋さん、和菓子屋さん、他には酒屋さんが駅前にありました。このように結構駅前はお店が充実していることがわかるかと思います。それではまず駅から線路沿いの通りの様子を見ていきます。こちらの通りですが、個人でやられている居酒屋さんが多い印象がありました。まだ昼間なのでお店は閉まってましたが、夜になると活気があることかと思われます。で、こちらのお店、金の字さんという、飲食店ですが、清水のソウルフード、清水もつカレー煮込みの元祖のお店との情報です。昼までこちらはまだ閉まってましたが、これは清水の動画を上げる上で大事な情報なのでお伝えしておきます。他にもこちら喫茶店ですかね、懐かしいレトロな感じがあってとても味があるお店がありました。いや、美味しそうですね。では一旦こちらの通りを後にしまして、はい、あちらが駅で、こちらカメラを回して駅から伸びる通りの様子を映します。このようになってます。スクランブル交差点となってますね。で、奥の道路が国道1号線で、カメラを回して今正面に伸びている通り、こちらが国道1号線の続きの、道路となります。そうです、まっすぐではなく、ここで1号線は曲がるという構造を取られています。で、こちらカメラを左に回すと国道149号線となります。こちらを少し歩いていこうと思います。要は清水駅から交差点を左側に曲がるということです。こちらの通りはオフィスビルから、こちらはホテルかな、このように奥にも比較的高い建物が立ち並んでて、駅前とはまた違う街の構成をしてます。
こちらの映像は今来た道を振り返ってますが、さらにもう少し進んでいきましょう。通りの雰囲気は、このような感じになってます。で、今カメラ向けた方向をさらに歩いていきます。通りの途中には静岡名物とろろ汁と書かれた旗があります。こちらがお店の入り口なんですね。道路の反対側にはわさび店があります。そういえばわさび漬けの発祥は静岡みたいですよ。わさびは栽培が難しく、かつ綺麗な水がないといけません。本当静岡は水が綺麗で、かつ東海道沿いで人口の多い都市も多いので、なかなか自然と都市が融合した素晴らしい地域かと思います。で、こちら陸橋となってます。下に東海道本線が通ってます。歩行者用の陸橋もあり、ここを渡って線路を越えます。カメラを回してこちら、階段を降りまして、さらにもう少しだけ進んでいこうと思います。通りの途中にはこちら高い建物、修営予備校の校舎があります。浜松の動画でも映しましたが、静岡本部の予備校です。で、あちら奥にある立派な建物は清水区役所です。そう、清水は先ほどもお伝えしたように、静岡市かつ政令指定都市より清水区となります。で、こちらカメラを右に回すと新清水駅があります。このような駅舎です。こちらは静岡鉄道静岡清水線という路線が通ってます。名前の通り新清水駅から新静岡駅を結びます。要は市内完結路線ということですね。で、こちらの鉄道路線結構すごくて、まず新型の車両が止まってます。 A3000 系という車両で、非常に見た目が近代的でかつかっこいいですよね。側面はこのように地域と関係する広告が貼られてます。車内も LED ではなく液晶型の電光掲示板で、なかなか整備された車両ということがわかるかと思います。で、運行本数ですが、こちら本数がめちゃくちゃ多いです。いかに清水から静岡市中心街に通勤通学者が多いことがわかるかと思います。今新静岡駅に向けて発車していきました。それでは新清水駅を出ます。駅から先まだまっすぐ歩いても良いんですが、一回ここで JR 清水駅方向に引き返します。そう、実は駅へ続くアーケード街が途中にあり、そこを歩いていこうと思います。こちら先ほど通った陸橋がありまして、今途中で降りてきました。で、カメラを左に回すと正面に続く通りがあります。こちらを進んでいきますと清水駅前銀座というアーケード街があります。こちらがね、なかなか味がある通りでしてね、通りの最初にはお菓子屋さんがありまして、なんか清水名物のせんべいと書かれた商品がこのように置かれてます。こちらは模型玩具のお店があり、プラモデル、車の模型のおもちゃなどが売られてました。ほんと子供の頃の懐かしい気分になります。こちらは近代的でこじゃれたお菓子のお店店がありまして、他にも様々なお店があり、それなりに人通りも多い、そのような感じでした。お、こちらはすごい大衆演劇清水光座、このような施設もあります。その他ホテルに直結する入り口と、その脇に銀行があったり、あとは薬局があったり、このようにお茶屋さんもありました。夜になると居酒屋さんも多いので、また賑わう通りになるのかなと思われます。ではこの辺りで駅前のロータリーに戻って、次は駅反対側の東口、別名港口方向に向かおうかと思います。駅コンコース内はこのように広々としてます。オレンジ色の旗が見えるかと思いますが、そう、清水はエスパルスが、もうとても有名ですよね。あと、もう皆さんご存知、ちびまる子ちゃんの街です。駅構内のガラス窓からは、このような美しい山々と右側には海が見えます。ちょっとまだ海が見えにくいんですが、これから向かおうと思います。では東口、別名港口がどのようになってるか楽しみです。こちら東口を出たところには長い通路が引かれてて、カメラを回すとこちらガラス張りのあちらの建物とつながってます。で、こちら建物は静岡市清水文化会館マリナードという施設です。ホール、ギャラリー、多目的スペース、他にもイベントとかが行われてるみたいです。マリナードと反対側ですが、東口ロータリーもこのように綺麗に整備されていることがわかるかと思います。
ネットでこの辺りから富士山が見える写真がありましたが、いやー今日は残念ながら雲が多くて見えなかったです。残念です。しかし正面に円形のモニュメントがね、なんとも芸術的で美しいので、よしということにします。はい、であちらが清水駅東口で、この通路を今歩いてきました。でこちらが先ほどお伝えしたマリナートと呼ばれる施設です。でカメラを左に回すと奥には清水テルサという施設があります。このように2つの施設の建物がとても立派ですよね。東口もなかなか整備されていることが分かったかと思います。正面の道路は清水マリンロードと呼ばれてます。そしてマリンロードからすぐそばには港が広がってます。ではもう少し港の近くに行ってみようと思います。こちら樫の市という施設がありまして、マグロ館市場館で構成されてます。このように様々なお店が入っていることがわかるかと思います。マグロ館の施設の中はこのようになってまして、ひとまず左手のお店で海鮮丼をいただきました。こちら清水味わい丼です。まあ言うまでもなくね、めちゃくちゃうまかったです。丼には桜エビかな入ってて、静岡駿河湾の特産です。また清水港は冷凍マグロの水揚げ量が日本一との情報です。こちらの映像は樫の市市場館で、食べるところもありますが、お魚や海の幸の食材が売られている、そのような印象です。さすがに店内だと人を映したまずいので、空いたところのタイミングを見計らって撮りました。休日はきっと多くの人で賑わっていることかと思います。魚だけではなくお茶屋さんもこのようにあります。ここはさすが静岡って感じですよね。なんかソフトクリームも販売されてて、とても美味しそうです。はい、樫の市裏側に来てますが、こちら漁港の様子になってます。ただの漁港ではないですよ。こちら水上バスが運行されてます。こちらは江尻乗り場といいまして、清水は地図の通り対岸に美保という地域があります。陸で移動すると地理的に遠回りになるため、船の運航でショートカットができるみたいです。で日の出と書かれている場所、こちらが本日行く最終目的付近となってます。ちなみに水上バスから富士山を眺めることができるみたいです。大変素晴らしいです。で奥には羽衣フーズが見えているかと思います。もう超有名な食品会社ですよね。ツナ缶を日本の食生活に持ち込んだことで知られてます。これがなんと本社本店とも静岡市にあります。ではこちらの方向、市場から最終目的地の日の出乗り場付近まで向かおうと思います。ちなみに羽衣フーズの名前の由来は美保の松原の羽衣伝説からとウィキペディアに書かれてました。ちなみに美保の松原は地図の右側にある赤丸で記したところです。ちょうど対岸沿いにあります。静岡県静岡市清水区の美保半島にある景勝地で美しい富士山を眺めることでもとても有名です。清水のもう一つの見どころは、残念ながら本日は行けませんでしたが、地図の左下側にある赤丸で記した日本平という場所が大変有名です。こちらも景勝地で富士山と清水港などの展望地となってます。また夜景が大変有名です。静岡はもうね、何度も言いますけど都会もあれば美しい港があり富士山があるというね、大変素晴らしい県であることが伝わったかと思います。で今歩いている歩道と駅から続くマリンロードがこのようにここで合流します。でここの合流した先をもう少し道なりに歩きますと、こちら歩いてきた方向を映してますが、右の建物、こちらがエスパルスドリームプラザという複合商業施設になってます。外観の色合いがおしゃれって感じですよね。なかなかこのように大きいこともわかるかと思います。中にはちびまる子ちゃんランドも入ってます。さすが清水って感じです。でこれだけではありません。カメラを右に回すとこちら観覧車があり、小規模ではありますが、遊園地があります。どうですか、ちょっとしたこう横浜感が現れてないですか。観覧車だけではありません。港町らしい雰囲気のある公園があり、清水マリンパークと呼ばれてます。このようにレンガ調の建物が整備されてたり、大変広々としたエリアになっているかと思われます。でこちらレンガ調の、建物の階段を上ると、はい、どうですか、まるで港町横浜ですよね。辺りが夕暮れになり、風景の美しさがさらに際立ってます。こんな感じで船もあり、いやー素晴らしいですね。これはね、なかなかのデートスポットかと思います。反対側の景色ですが、船があり、ライトアップされてます。
他にもおしゃれな船が泊まってて、このような光景を見ると大変テンションが上がってしまいます。今までの経験でおしゃれな港町は横浜、神戸のイメージが強かったので、清水でもおしゃれな港町の光景を見れたことはとても驚きと感動でした。そうだ、伝えなくてはいけないことがあって、こちら先ほどの魚市場、餌食乗り場がありましたが、水上バスが、こちらの日の出乗り場にもつながってますよというお話です。でカメラを回して、あちらの建物は、清水マリンビルといいまして、多目的ホール、展示室、会議室などで、構成されているビルみたいです。見た目の雰囲気が、すごくおしゃれです。マリンビルからさらに海方向へ進むと、駿河湾フェリーの案内があります。伊豆の戸井という場所を結びます。地図で見るとご覧の通り赤丸をつけた箇所の場所を結んでます。このように湾を形成すると陸移動より水上での移動が距離的に短くなりますもんね。最後に美しい夜景を乗せて終わりにしたいと思います。船のライトアップや観覧車のネオンが非常に美しいです。やはり洒落た港町、そのような感じです。はい、以上清水駅周辺を散策する動画でお送りしました。この動画が良かったらぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。